ではスタートします。2色しかないので最初に緑を右と左の順に消した後に水色を消していきます。で入れ替えて水色を2箇所で、もう1箇所入れ替えて、ここの紫を消したら次の奥にある黄色を消して、で残りの赤はこのハートとこの奥で順に消していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、水色と、そしたらどうしましょう。先にじゃあ緑を2箇所、右とこの出っ張ってるのを消して、紫消して、ちょっと様子を見ながらいきます。でリセットかけ、あ、こっちに奥に行っちゃいます。これは難しいです。ちょっと先に緑で、そう、ここの2箇所を消して、この水色に狙えれば、予測線出して、こっちも消して、ここまでかな。はい、そしたら左側に始まってるこの赤一帯を消して、真ん中の手前の水色を消して、紫の順番でいきます。で入れ替えて紫、黄色でリセットします。次は、次は4つ並んでる赤を消して、奥の水色2つを消した後、手前のハートでもう一個の赤を消化して、できる隙間に紫を入れます。1、2、3、4、5。で、密集してる緑を消して、紫をここの2箇所狙ってまとめて消します。1、2、で黄色を消して、
この奥のハートに当てて、どっか置いときます。最初に黄色で左側のここをまとめて落として、で次に真ん中の赤を行って、この奥の緑を順に狙います。緑、紫でリセットします。したら、右の緑を消して、いや、爆弾使います。爆弾で黄色をここを消して、できた穴に赤を入れていきます。そして赤、紫、もう一個紫で、ここに緑を、そしたら、どうかな、ちょっと右には攻めにくいので真ん中を思い切って消していきます。水色と紫の順で消して、でこの緑をちょっと消しておきます。紫、緑で青を消して、そしたら今度はせっかく黄色が来たので、右側のまとめて消して、まとめて消して、水色をここ一角全部消して、残った赤は左側で消化します。1、入れ替えて、2、3、4、5